全国1000万人のバルフレアファンの皆さん、こんにちは。我らの新次さんは、あまり謎を追っても教えてもらえませんが、たまにはこの物語の主人公を考えましょう。時には、主人公の話でもしようか。親の顔よりよく見た、あの人。ということで、今回は怒り新次さんと、DSS ジョーカーです。以前の動画でも触れましたが、新劇場版では、9、までの時点で、第11、の、使徒だけ登場していません。第1使徒、多分、渚香織。第2の使徒、リリス。第3の使徒、ニョロニョロしたっぽいの。第4の使徒、サキエルっぽいやつ。第5の使徒、ケロロ軍曹みたいなの。第6の使徒、ラミエルらしきもの。第7の使徒、哲学。第8の使徒、サイケデリック。第9使徒、今日の日はさようなら。第10の使徒、ゼルエルらしきの。第11の使徒、不明。第12の使徒、元マーク6。第13の使徒、渚香織。以上、9までで登場しているナンバリングは13までで、明らかになっていないのは、11番目の人だけです。マリは、ないはずの13番目、と言っていて。カオルは、始まりと終わりは同じ、と言っているので、これ以上登場することはないはずです。人は13番目まで登場していて、11番目だけ公表されていない。11番目の人が何かを考えるためには、人には何の意味があるのかを考えた方が良さそうです。これに関してカオルは次のように言っています。僕が第13の人になってしまったからね。僕がトリガーだ。13番目の人になってしまったことが、フォースインパクトのトリガーだと言っています。この前のセリフでは、シンジが DSS ジョーカーの変化について述べています。フォースインパクトの始まりに合わせて、DSS ジョーカーが反応していることを示しています。さてこの DSS ジョーカーとは、一体何なのでしょうか？第13の人になったことが、フォースインパクトのトリガーであることと関係している。それに合わせて、DSS ジョーカーが反応を示している。今回の主役である、DSS ジョーカー、のお話です。DSS ジョーカーの正式名称は、デイフィケーションシャットダウンシステム、ジョーカーです。デイフィケーション、聞き慣れない言葉ですよね。デイフィケーションをシャットダウンするシステムだというのがなんとなくわかります。デイフィケーションは、日本語では、神格化、と訳されます。この、神格化、というのは、面倒な言葉でして、英語で、神格化、という言葉はいくつかあります。これらの言葉をどのように使い分けるかは、時代や文献によって変わるようです。一般的にも神格化という言葉を使うことはあると思います。偉人や憧れの対象などに使ったりしますよね。しかし、この、デイフィケーション、というのは、主にキリスト教の神学に関係があり、意味が少し違います。また君か。これは東方正教会の神学で用いられ、当然の権利のように、三位一体が関係してきます。三位一体は、理解するものではなく、信じるものらしいので詳しくはわかりませんが、父、子、霊が一つであり、一つが三つであるということを言っています。キリストは、神の子と言われますが同時に、神自身でもあるといった考えのことです。そして、イエス・キリストは同時に人間でもあります。ここから、キリストが受肉したことによって、神が人を創造した際に意図した完璧な人間像を神格化した。といった時に、デイフィケーションを使います。ざっくり言うと、神が人間の体、キリスト、として降臨したので、人は神格化されたという考え方のようです。と言っても、神が人間、キリスト、になったのと、同程度の神になれるという限界があります。
この人が神に似ていく、近づいていく過程を神化、神聖、と言いますが、これをテオーシスやデイフィケーションと言います。長々と話しましたが、神格化とは神として崇めることではなく、神になる、神に近づくといった意味合いになります。神になる、ことをシャットダウンさせるためのものが、DSS チョーカーということになります。神になる、つまり神化というのはエヴァンゲリオンに出てきますよね。劇中では、エヴァの覚醒と呼ばれていますが、この進化状態を解除するのが DSS チョーカーですね。劇中でも表現されている通り、エヴァの奏者がいなければ、進化状態は維持できないということになります。DSS チョーカーは、進化シャットダウンシステム、という意味である。DSS チョーカーについて、リツコは次のように説明しています。エヴァの、覚醒回避のための物理的安全装置、であると言っています。カオルの頭を吹き飛ばしているので、大元を物理的に破壊するシステム、ということになりますね。進化シャットダウンシステム、括弧物理、ということになります。カオルは DSS チョーカーについて、次のように語っています。リリンが、カオルを恐れて作った呪いが、DSS チョーカーであると説明しています。名前の意味を考えれば、カオルはエヴァを進化させることができる存在であるということになります。そして DSS チョーカーは、使徒封印幼樹祖文様のメビウスリングで覆われていることがわかります。DSS チョーカーには、もう一つ機能があります。それは、使徒の検出です。ブラッドタイプブルー、検出 DSS チョーカー、13番目の使徒の権限が考えられる。カオルが13番目の使徒になったことを検出したのは、DSS チョーカーとなっています。1、エヴァの覚醒回避のための物理的な安全装置。2、渚カオルのために作られた。3、使徒封印幼樹祖文様で覆われている。4、使徒を検出することができる。カオルは、自分のことを、第一使徒、であると言っています。また第13の使徒になってしまったことが、フォースインパクトのトリガーであると言っています。つまり、エヴァの進化、フォースインパクトの始まりと、使徒になったことは同義だということになります。DSS チョーカーの特徴と、カオルの言葉を考えると一つの可能性が出てきます。エヴァンゲリオンの覚醒、進化、には、使徒が必要であるということです。DSS チョーカーは、第一使徒、であるカオルがエヴァンゲリオンを進化させるのを恐れて、リリン、が作ったものであると考えられます。と考えれば、チョーカーに使徒封印幼樹祖文様が使用されていること、使徒の検出ができることの、意味が通ります。使徒の能力、機能の発現に合わせて働く安全装置ということになるからです。またサードインパクトを起こしたマーク6の中から、第12の使徒が出てきたことも筋が通ります。エヴァンゲリオンの進化、覚醒、には使徒が必要である。第11の使徒が、いつ現れたのかというのは、期間がかなり限定されます。第10の使徒と第12の使徒の間ということになるからです。アスカの、まだ生き残っている、という言葉と、12番目の使徒、検証確認済み、という警告文から、サードインパクトの時にはすでに、第12の使徒はいたことになります。したがって、第11の使徒は、第10の使徒とサードインパクトの間に現れていることになります。そしてその間に起こったのは、シンジと初号機が起こした、ニアサードインパクト、です。エヴァンゲリオンの覚醒には、使徒の存在が必要であること。使徒の検知、使徒封印呪祖文様が使用され、本来カオルにつけるはずであった DSS チョーカーを、シンジに使用していることを考えれば、怒りシンジは、第11の使徒、と考えるのが妥当ではないでしょうか。1. DSS チョーカーは、進化を物理的にシャットダウンする装置である。2.
ジョーカーは、本来、第一使徒、である渚カオルにつけるために作られた。3、使徒封印幼樹素文様が使用され、使徒を検知することができる。4、使徒になることと、インパクト及びエヴァの覚醒のトリガーになることは同義である。5、神事はミアサード及び、初号機覚醒のトリガーである。6、怒り神事は第11の使徒である。いかがでしたでしょうか？ DSS ジョーカーの意味などを考えると、11番目の使徒は怒り神事さん14であるのが妥当なのですが、DSS ジョーカー自体が、言動の罠である可能性もあります。それはまたいずれ、覚えていましたらお話ししようじょのいこ。皆さんは、どう思われたでしょうか？ご意見、ご感想があればよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。